最近人生会議という言葉をよく耳にしますが、皆さんも聞かれたことございますか？まずはじめに濱田先生に人生会議について教えてもらいましょう。私は喜入濱田クリニックの医師濱田努です。今回は人生会議についてお話をします。人生会議は ACP アドバンスケアプランニングの愛称になります。3文字の ACP と言われても分かりにくいですよね。人生会議についてもしかすると知っている方がいて、延命治癒について決めないといけないんでしょというふうに思っている方がいるかもしれません。一部分にはそういったものもありますが、それだけではないんです。想像してみてください。もしあなたが将来病気で自分で決めることが難しい状態になったとしたら、予想できない状態に対して誰がどのようにしてあなたのことを決めるでしょうか。そしてそれはあなたが本当に望むものなんでしょうか。そんな時、人生会議を行っていれば家族などと医師、スタッフなどがこれまであなたが表明してきた内容に基づいて話し合いを行います。そしてあなたの大切にしてきたことや大切にこれからしたいことということをこれからのあなたの治療に反映させたり、してほしいことやしてほしくないこと、そういったことを実現することができます。つまり人生会議とは万が一の時に備える話し合いです。延命治療をどうするか、胃ろうをどうするかだけの話ではありません。あなたの希望や大切にしたいこと、あなたが望むこと、それを自ら考え、そしてあなたが信頼する人たちと話し合ったりすることが人生会議なんです。あなたの希望することや大切にしたいこと、それはあなたが望む生活や治療を受けるためにとても重要な役割を果たします。何かを決めることが重要なのではありません。私たちの心は変わるからこそ、いろいろな人と繰り返し話し合いを重ねていくことが大事なんです。そしてこの人生会議は、行う準備が整っているのであれば誰でも対象になります。私も、そしてこの動画を見ているあなたも。具体的にどのような場面で行われているのかをこれから見ていきましょう。今日は人生会議ということをこれから話していこうと思います。でも何かこう難しい話ではなくて、はい、まあ、今までどう生きてきたのかと、はい、あとこれからどう過ごしていきたいのかと、はい、いうことを私に教えていただければと思います。まあ、元気だから先のことは、うん、まあ失礼ながらあまり考えたこと、ね、うん、ないんですけれども、うんうん、ま、孫子供から信頼されておれば、あのじいちゃん、僕たちが見るよ、愛するよ、施設に関連もやるよというような風になると思うんですよね。それであれば、このこれから過ごしていきたい場所っていうのは家であって、特にそのお孫さんとか家族のいる家が良いということですね。そうですね、うん、そうすることによって自分もあの畑に行ったり、うん、あの子どもたちとですね、うん、あの笑ったり飛び回ったりあのすることができるわけですからね、うん、もし何か調子が悪くなった時、自分の代わりに
自分のことを決めてもらう人、例えば喋れなくなったりとか、そういう時にこの人だったら自分のことを分かってくれる、そういった人ってどなたかいらっしゃいますか？かどうということまではまだして、うん、あまり話をされてないんですね。ないでしょう、うん、ね、もうまあ、うん、まだ先だろうと思いながら、少しでも病気に、うん、軽いうちに病気にならないようにですね、うんうん、まあ、先生との協力を得ながら、人に少しでも役に立って、うん、まあ、そういう人生で、まあ、終わりたいなと、うん、もう元気で、うん、孫たち一緒に遊んで終わりたいというような気持ちでいっぱいです。うんうん、2年ほど前でしたかね、大きなその肺炎になったんですよ、うん、でその時本当に命がね助かるかどうか、うん、CG の先生がね、うん、早期に見つけて、うん、早期に手当てしていただけたんでね、うん、今はこうしてなんとかやってますけどね、その時は本当になんていうんですか、ベッドから降りて歩く自体がもう運動っていうぐらい体が弱っちゃって、それまでほとんど自分の年を気にしてなかったのがね、初めて、うん、あ、そろそろ弱ってきたのかなとかね、うんうん、そういうのを直に感じてきましたね、うん、そういう時にこう支えとなったものとか支えとなった人では何かあるでしょうか？そうですね、やはり一番頼りにしたのは、ね、うん、主治医の先生ですよね、うんうんうん、それとあとは家族、うん、妻や子供、うん、孫たちがね、うん、なんだかんだこう一言二言、うん、いろいろ連絡してくる、うん、そういう言葉が、うん、励みになりますよね、うんうん、私ねちょっと就活っていうんですか、うんうん、いろんな身辺整理を、うん、2、3年前からこっちに来たのを機会に始めてるんですよ、うんうん、でその中で自分のいろんな目録を作ったり、うんうん、それから自分の思いを綴ったり、うん、それを娘の方には今こういうパソコンの番地のところに入ってるよっていうのはこの間前から教えて、うんうん、暗証番も教えて、うん、で万が一の時は全部それを見てくださいっていう話はしてるんですよね、うん、あ、そうなんですね、うん、そうやってこう、まあ、娘さんに気持ちを伝えることっていうのもすごく大事ですよね。でももっとこの娘さんととかあと周りのご家族の方と前もってこういろんな話をしていると自分の大切な価値観だったり自分の大事にしていることだったりそういったことがもっと先に伝わっておくと何かこう調子が悪くなった時とかに娘さんがお父さんの代わりにお父さんだったらきっとこう選ぶだろうなとかいやお父さんらしいっていうのはこういうことだとかそういったのを判断してもらえるかもしれませんね、ええ、うん、そうですね、本当に自分じゃねもう何もできなくなりますからね、うん、それでは今回こう今お話しした将来の心づもりのこと、ええ、これは今お話ししたことが全てではもちろんなくて、ね、こういった話をまたこれから繰り返し行っていって、うん、またそれをお話しする中できっと自分がこう思ってるんだってことに気づいたりあと話をされたことを私も記録をしてでそれをまた上書きしていくことで、ね、まあ、一番新しい今の思いっていうのを繰り返しお話ししていければなと思っています。はい、はい、よろしくお願いします。はい、今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。命を脅かすような重篤な病気になったとき、病院ではどのような話し合いを行っているんでしょうか。はい、リョベクさん、こんにちは。こんにちは。はい、リョベクさんは
普段、ね、こうやって治療やってる中で、はい、どういったことを大切に考えながら治療に臨んでいらっしゃいますか？そうですね、一番やっぱり日常生活、うん、普通に家事も当たり前にできて、うん、そして、まあ、投薬治療もできて、体もとにかく普通に動かせる、うん、気分が悪いって寝込むんじゃなくて、うん、もう日常生活をちゃんと続けながら治療ができるっていうのが一番私は自分の中では大事に思ってることなので、うん、今の治療が本当にありがたいかなと思ってます、はい、うん、そうですね、私もそういうふうに思うので、うん、まあ、今後もですね、このそういったいろんな治療のことっていうのは相談しながらね、はい、やっていけたらと思いますので、はい、ご家族とかね、集まったりするような時に、まあ、今の状況とか、まあ、今後のね、今の治療とか、まあ、あるいはきつかった時もね、体調のことを振り返ってご家族の中でお話ししたりとか、うん、そういったことってのはありましたか？いや、ありますね。やっぱりこう変化があった時ですよね、うん、最初にもちろんがんが分かった時は もちろん家族みんなびっくりするわけですけれども、それで治療してて途中でまた別な変化が現れたり再発が見つかったりとかした時に、やっぱり家族も急にまたきっとなってしまうし、自分もこれで次の治療でどうなるんだろうっていう不安は常にあったけれども、うん、やっぱりその時々に先生たちが話し合いしてくださって、一番私に合った治療方法を考えて提案してくださって、それで今こうやってお放射線治療を受けて一旦消えたっていう話にもなって、うん、でこうやって治療を続けられてるので、本当にそれはありがたいです。うん、まあ、我々医療者もですけれども、まあ、ご家族のね、支えも一番大きいかと思いますのでね。まあ、今は体調がね、まあ、なんとか以前と比べると落ち着いた形で続けられているということ。あとは今日の血液検査とかもね、副作用的な要素っていうのは出ていませんでしたので、はい、また同じように治療の方は続けていきたいと思いますので、はい、はい、またよろしくお願いします、はい、先ほど先生と、はい、もういろんなお話をされてらっしゃる印象だったんですけれども、はい、薬一つにしてもご相談をされてらっしゃってしてますね、はい、そういった、まあ、その会話というか対話、はい、っていうのは、まあ、ベプさんにとっていかがですか？今1年半、はい、先生にお世話になってるんですけど、こうずっと毎月毎月こう関わって診察していただいて検査していただいてっていう中で、やっぱり身体関係っていうのはこの積み重ねでできるんだな、自分の中で一番大事だなと思うことをもう先生には、はい、常に聞くようにしてます、うん、そこでうまくこう自分も安心したりとか、まあ、これでいいんだなと思ったりとか、ちょっとここはこうした方がいいのかなっていうような改善も考えながら、うん、今日々の生活があるので、はい、先生とお会いして、はい、まあ、いろいろご質問されたりお話しされて、お帰りになる時はどんな気持ちになられますか？そうですね、あ、今月のこの治療まで無事に来れたなっていう、もう本当にそういう気持ちです。ありがとうございましたっていう気持ちです。はい、はい、ありがとうございます。ご家族として、はい、時に受け入れがたい現実に直面し、それでもなお大切にしていかなければいけないこと、そういったことっていうのを、まあ、ご家族として北村さんのお立場からお話をいただいてよろしいでしょうか？はい、はい、ACP という言葉を聞くと、はい、人生の最終段階で行うものというイメージを持つかもしれませんが、私の娘と私たち家族の ACP はそうではありませんでした、うん、私の娘の場合は骨肉腫という病でしたので、右足を切断を余儀なくするという決断をしなければなりませんでした。ですがそれは
命を最優先に考える、そういったものであって、義足になった後走ってみたいという新しい一歩を踏み出す、そういう思いも芽生えてきて、それを私たち家族、そして主治医をはじめとする先生方が寄り添いサポートしてくださったことで実現することができました。後悔した日々を送らないためにも、できることはできる限りやっていこうという思いで過ごしておりました。そう考えますと、はい、ACPという、まあ、時間だったり取り組みだったりっていうのは北村さんにとっていかがでしたか？ ACP という言葉を聞くと、うん、はい、やはりこう人生の最終段階というイメージを持ちがちですが、はい、私たち家族の場合は、うん、あの後ろ向きなものではなく、うん、その時その時に娘が望むことを実現させていく、うん、そういうものだったように思います。お嬢さんにとっても、はい、まあ、一つ一つ実現できたものっていうのが、はい、宝になられましたね。そうですね、私たちもそういった時間を、うん、病になってからも娘が笑顔で過ごせる時間が作れたというのは、私たち家族だけではなく支えてくださった、はい、周りの皆様のおかげでもあると思います。今北村さんがそうやって笑顔でお話をしていただいているのが、はい、何よりもお嬢様は嬉しいって思う、はい、でらっしゃると思います、はい、今日は貴重なお話をありがとうございました。ありがとうございました。あなたが大切にしていること、望み、医療やケア、それは人それぞれだと思います。ですので、じっくりと丁寧に何度も何度も重ねて話し合いをご家族や医療従事者の方とされてください。それが人生会議。皆さんも豊かな人生を。